ノズルステーション NS01、 ワイヤーカット、ノズルの清掃、スパッタ防止液の塗布を行い、溶接品質の維持に貢献します。2枚のカッターを使いワイヤーをカットすることで、バリのない綺麗なワイヤーを維持します。ノズルの内側に付着したスパッタはリーマーにより粉砕することでスムーズに排出します。スパッタ防止液を霧状に噴射することで、ノズルの内側に均一に塗布することができます。3つの機能を持つノズルステーション、メンテナンスの自動化で効率の良い生産を。